二塁に触れ一塁走者をアウトとした後、一塁へ送球し、閉殺を完成させようとする遊撃手閉殺は、野球やソフトボールの守備における、記録の一つ。ダブルプレー、ゲッツーとも言う。一連のプレーで一人の攻撃側プレイヤーが二度以上、アウトになることはできないため、少なくとも一人の走者がいる状況で発生する。閉殺とは、一連のプレーで二個のアウトが記録される。 ことを言う。ここで用いる一連とは、ボールが投手の手を離れてから、ボールデッドとなるまであるいは、ボールが投手の手に戻って投手が次の投球姿勢に移るまでの間と定義される。すなわち、打者の打撃時のみではなく、例えば牽制球などに端を発するプレーにおいても、偏殺が発生する。ただし、二つのアウトの間に失策、またはミスプレイがあった場合は、 閉察とはされない。公式記録上では、こうした閉殺プレイに補ぎない札、または視察者として関与したプレイヤーの使命が記録される。ルール用語としてのダブルプレイもしくは、閉札は守備側の記録として用いられる。一方、閉殺だもルール用語だが、こちらは打撃記録であり、定義が異なるため守備側の閉殺数と攻撃側の閉殺打数は必ずしも一致しない。 一連のプレイで三個のアウトが記録される場合は、見え札、またはトリプルプレイと呼び、こちらも、守備側の見え札として記録される。打者が、フェアのゴロの打球を打ち、フォースの状態にある走者が一つ目のアウトになり、さらに打者走者、または、フォースの状態にある別の走者が二つ目のアウトになることによって、併殺された場合を、フォースダブルプレイと呼ぶ。例、打者が、 フェアのゴロの打球を打ち、一つ目のアウトが、フォースアウトで、この第一プレイによりフォースの状態を解かれた走者が、次の例に到達するよりも先にタックアウトとなることで、成立した閉殺を、リバースフォースダブルプレイと呼ぶ。一死でこの閉殺が成立する間に、アウトとなった、走者以外の走者が、本類に到達した場合は、得点が認められる。例、名前の通り、 補殺なしで視察のみで閉札を完成させること。一人の選手で閉札を完成させることになる。例、詳細は、シフトゲッツーシフトを、参照閉札崩れは、閉札を試みたが失敗した場合を指す。例えば、もしもしくは一死で一塁に走者がいるときに、ホースダブルプレイを試み、一塁走者を、ホースアウトにするのには成功したが一塁への送球が、遅れるかそれるかして、 打者走者を一塁に生かした場合などがそれである。多く目にするプレーとして、一死一点三塁の時に打者が内野ゴロを打った場合、守備側は三塁走者をアウトにするのではなく、フォースダブルプレーを試みて一塁走者、打者走者をアウトにしようとする。なぜならば、そのフォースダブルプレーを成立させられれば、それよりも先に三塁走者が本塁に触れていても得点にならないからである。 しかし一類走者を二類でホースアウトにしたが、その後の一類送球が間に合わず、一つしかアウトを取れないことも考えられる。このような閉殺崩れの場合、三類走者が本類に進んでいれば得点することができる。この時打者にはギ打や併殺打は記録されず、打数と打点が記録される。実況中継などではの閉殺崩れの間の得点などという場合がある。 閉札打は打撃記録であり、フェアゴロによるフォースダブルプレイ、またはリバースフォースダブルプレイが行われた時に記録される。閉札は閉札打以外によっても発生するため、一般に閉札打の記録は守備側の閉札の記録数よりも少ない。閉札打は打者がバントをした場合でも、その打球により閉札が完成された場合には、閉札打として記録される。 閉殺を完成しようとして、二つ目のアウトを取る野手が補給を誤り、一つしかアウトを取れずに走者が残った場合でも、打者には、閉殺打が記録される。これにより、一イニングに二つの閉殺打が記録される、可能性もある。これに対し、一つ目のアウトを取った野手の送球が悪くて、アウトが取れなかったと判断された場合には、閉殺打にならない。また、 このことで走者が余分な類に進まない限りは、送球した野手に失策は記録されない。打者に、閉札打が記録された場合、他走者が得点していても、打者には打点が記録されない。0、1、2は、閉札打、3は、閉札打とならない。無視1.3塁時に打者が、ゴロの打球を打ち、野手が2塁に食玉して1塁走者を、ホースアウトにし、さらに1塁へ送球して、 打者走者をアウトにしたが、その間に三塁走者が本塁に到達した。一死一点三塁時に打者がゴロの打球を打ち、野手が二塁に食玉して一塁走者をホースアウトにし、さらに一塁へ良い送球を行ったが、一塁一種がこれを落球したために打者走者を一塁に生かしてしまった。その間に三塁走者が本塁に到達した。一死一点三塁時に打者が、 ゴロの打球を打ち、野手が二塁に食玉して一塁走者をホースアウトにし、さらに一塁へ送球を行ったが、これが悪送球となったために、打者走者を一塁に生かしてしまった。その間に三塁走者が本塁に到達した。右打者は外して左打者やスイッチヒッターよりも併殺打が多くなる傾向がある。これは一塁までの距離が、右打席の方が、左打席より一歩半。 ほど遠い上に、スイングした際に、右打者は、体が三塁方向を向くので一塁方向を向く。左打者より、スタートが遅れがちになるためである。また、打球速度が速い強打者も併殺打は多くなる。実際、下記の日本プロ野球の通算併殺打数上位20人の、内駒田徳広以外は、全員が、右打者。また、二十人全員が、通算百本塁打以上で駒田と、 小玉秋都市以外の18人は200本塁打以上を記録している。さらに、規定打席に到達して、シーズン閉殺打例の選手は2リーグ分列後に、下記の12人出ているが、右打者は皆無で勝つ全員が、シーズン20本塁打未満である。上記フェアゴローによる、フォース、または、リバースフォースダブルプレーによる他の閉殺では、当該打者に、閉殺打は記録されない。 ありがとうございます。